今回紹介するのは、図解、アンガーマネジメント超入門、怒りが消える心のトレーニング、という本です。もやもや、むかむか、すっきり解消、些細なことでイライラしない、器の大きい人になる方法、アンガーマネジメントの第一人者が、 怒りををコントロールすする技術を教えますアンガーマネジメントは対症療法だけじゃなかった知人とアンガーマネジメントの話題になった時あれって対症療法だと思うんだよねもっと根本的な部分を見つめ直さないと怒りって消えないんじゃないかなという意見を聞いてから「アンガーマネジメントは対症療法なのか?」 ととずっっ気になっていた数年前関連書籍を2から3冊読んだ限りでは確かに対症療法に重点を置いている印象だったがそれだけではなかったような図書館で借りて読んだので手元にないから確かめようがないもやもやしていたら昨日本屋で偶然こちらの本を見つけたので早速購入はじめにに本書はハンガーマネジメントの ベスト版これまで日本で出版されているアンガーマネジメントの本の中で最も広範囲にわたってカバーしている一冊と書いてあったので対象療法疑惑を確かめてみようと思った第1章とっさの怒りを切り抜ける7つの対象療法第2章怒らない自分を作る9つの習慣第3章 無駄にに怒らなない人になるのの心の持ち方第4章上手な怒り方7つのルール付録実生活に役立てるアンガーマネジメント以上の構成になっている第1章は確かに対症療法の紹介なのだが第2章第3章では怒りをコントロールできる自分になるためのマインド そしてそのマインドを手に入れるための習慣が紹介されている。第4章はコミュニケーションのテクニックを怒りを上手に伝えることにフォーカスして例示付録は怒りが生まれがちなシチュエーションにどう対応するべきかという実践的アドバイス集だ。第1章のボリュームは40ページほどで全体で約200ページのボリュームからすると 意外にも多くなかったアンガーマネジメントを学ぶと他人を許容できる範囲がどんどん大きくなっていく。これは多様な習慣や価値観を持っている人々が協力して生きていくために必要なこととプロローグに書かれているが。 アンガーマネジメントを学ぶ目的として私にとっては非常に納得共感できる内容だったアンガーマネジメントは対症療法だけじゃない今まで以上に他者を受け入れられる自分になって仲間と一緒に力を発揮したい人ための身につける価値あるトレーニング手法だと思うアンガーマネジメントの全体像を知りたい人におすすめの入門書以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。